数千のアクエリオン高いね。リクエストが高い。じゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃん。ドラゴンボール聞きたい。ドラゴンボールか。街の人混み方がぶつかって一人ぼっち。果てない草原風がビュビュンと一人ぼっち。どっちだろう、泣きたくなる場所は二つ丸をつけてちょっぴり大人さ。めちゃめちゃ苦しい壁だって不意になぜかぶち壊す勇気とパワー湧いてくるのは、めちゃめちゃ厳しい人たちが不意に見せた優しさのせいだったりするんだろうね。ありがとうございます。イケボすぎて今までなんかよろしくと元気に叫んだったの。今まで何回さよならと言って別れただろう。どっちだろう、比べて多い数は中にイコール書いてちょっぴり大人さ。めちゃめちゃ悲しい時だって不意になぜか乗り越える勇気とパワー湧いてくるのは、めちゃめちゃ優しい人たちが不意に見せた厳しさのせいだったりするんだろうね。ありがとうございます。いい加減覚えたよ。この後のあやふやゾーンはさすがにね、何回も歌ってますからね。さて、上がるのか下がるのか。いや、最初は下がるんだよ。売りぬ俺の邪眼を、俺の邪眼に興味があるかにわか、クソにわか、クソにわか。あ、めちゃめちゃ苦しい壁だって不意になぜかぶち壊す勇気とパワー湧いてくるのは、めちゃめちゃ厳しい人たちが不意に見せた優しさのせいだったりするんだろうね。めちゃめちゃ楽しい時だって忘れないよ。いつまでも勇気とパワーなくさないよ。めちゃめちゃ一人ぼっちの人にあげる唇の裏側に隠してある微笑みの爆弾。このね、ターンがね、ちょっと船長的なこだわりポイントです。